はい、皆さんおはようございます。今私はどこにいるかというと、北アフリカのチュニジアの、チュニスにいます。チュニスということで、合計4泊5日なんですけど、そろそろ、フランスのパリに移動します。フランスのパリということで、久しぶりですね。6年ぶりになります。本当はもうちょっとチュニジア回りたかったんですけど、ちょっと時間なくてね、今回まあ1回目、初めてですが104カ国目の国ということで、今回4泊だけの滞在になります。また2回目以降はちょっと他のところも行ってみたいなと思うところでございます。チュニス以外のところにね。で、今回題名で入れさせていただいたんですけど、メキシコで就任6日目の市長が殺害される事件がありました。これはアカプルコがある州ですね。アカプルコって皆さん知ってる方多いんじゃないかなって感じするんですけど、メキシコシティから首都のメキシコシティからね、南西におよそ300キロほど離れた、海辺の都市ですね。海岸沿いに、大規模なリゾートホテルや、豪華な別荘が立ち並ぶ人気リゾートだったところです。ただこのアカプルコに関して、まあ、近年かなり治安が悪化していて、麻薬カルテルがまあその中にいるわけだけど、そういったところでは外国人観光客が減ってしまってということで、まあ、非常に大変な状況です。で、メキシコということで、まあ、実際治安はどうかといったら、まあ、メキシコシティ、カンクンなんかめちゃめちゃ安全なので、メキシコシティなんかも本当に観光名所みたいなところにいると、まあ、そこまで、まあ、警察がかなり張ってるっていうのもあるので割と大丈夫なんですけど、まあ、本当に気をつけなければならない国ではあります。特にやっぱりアカプルコとかこの海岸沿いのところとかね、あとアメリカとの国境地帯なんかだと結構危なかったりするので気をつけていかないといけないかなと思います。で、今回このアカプルコがあるゲレロ州でということで、ゲレロ州の州都ですね、チルパンシンゴ市ということで、ここでアレハンドロ・アルコス市長が何者かによって、殺害されて切断された頭部が車の家に置かれていたということです。この市長は、就任してからわずか6日ということで、一体何が起きたのかということなんですけど、これに関して私、まあ、中南米もメキシコももちろん行ってますけど、中南米も数多く行ってる中で、麻薬カルテル、例えばコロンビアのメディジンに行った時、パブロ・エスコバル率いるメディジンカルテルですね、かつてはかなり勢力を誇っていたんだけど、まあ、それが、まあ、いわゆるそのコロンビアでの麻薬が、アメリカなど他の国々などいろんなところに流通していって、まあ、そういったところに関してアメリカはよく思わなくてですね、まあ、コロンビア政府に働きかけて、パブロ・エスカバルを殺害したわけだけど、とにかくまあ中南米なんか回ってるとやっぱり、危ない麻薬カルテルですね、マフィア、ギャング、まあ、そういったのがいて、非常にやっぱりちょっとこれに関しては気をつけていかないといけないかなと思います。金を奪われる、だ強盗事件なんかも数多く発生しているので、日本人も殺害されている事例結構ありますので、特にまあこれから中南米行かれる方気をつけた方がいいし、まあ、コロナ禍で、まあ、世界各国、日本なんかも少し以前に比べたら治安が悪化していると同じように、中南米なんかもやっぱり以前よりも、ね、治安が悪化しているとか、ね、エルサルバドルなんかだと結構政府が、まあ、かなりその犯罪者を、ね、逮捕して収監してであるので、かなり改善はしてきているとは言ってるんだけど、それでもまだまだやっぱりその中南米なんか見ると、まあ、昔に比べたらマシになっている国も多いんだけど、ただまあこのアカプルコがある州なんかだと麻薬カルテルが暗躍していてということで、まあ、非常に危なかったりします。で、この麻薬カルテルっていうのは、まあ、発展途上国なんか特にありがちなんですけど、やっぱりその賄賂が横行してるんですね。だから例えばプリズンブレイクじゃないんだけど、まあ、いろいろあるじゃないですか。収監指定されていてお金を渡してちょっと口利きしてとかね、そういうのとか政治家にお金与えて、もしくは弱みを握ったりしてね、そこから政治家に動かしてやるとかね、そういったのよくあることで、メキシコにおいても、まあ、政治家と麻薬カルテルのつながりは強くて、こういったところに例えばメスを入れる、政治家がいるとしたら、まあ、これはやっぱり、麻薬カルテルの、まあ、標的になるわけですね。だからこの、この今回の就任6日で殺害された市長もね、かなりそこらに関して麻薬カルテルとの、まあ、裏でつながっている政治家を叩いている人でもあったんで、そういったところから、狙われて、まあ、今回このような結果になったのかなと思うところでございます。
なので、まさしく政治家っていうのは日本だともちろん安倍総理が暗殺されました。ただ、世界を見てみると暗殺される事例、もちろん幕末維新の時代の暗殺なんて結構ありましたけどね。ただ現代において政治家が、日本の政治家が暗殺される事例って非常に他国と比べて少ないです。ただ、政情が安定しない国だと命が狙われる、そして殺される事例っていうのは結構起きているので、まさしく、命がけなんだなと思うところでございます。ということで、メキシコということで、また、私自身、中南米再訪しますので、メキシコをはじめ他の中南米諸国の実情も伝えていければと思ってます。実録動画ということで映像でも出してきますので、そこらに関しても、楽しみにしていただければと思います。ぜひチャンネル登録いただいてない方はチャンネル登録いただければと思います。この後、フランスのパリに移動するんですけど、6年ぶり、今回で9回目になりますけど、またパリなんかもヨーロッパの中だとなかなか治安が良くないとも言われている中で、ね、私、1回も危ない目に遭ったことはないんですけどね、またパリの実情も伝えていければと思います。